勝負だ。え？ただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。やってあげるよ。いいね、らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そうこなくちゃ、俺らの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。ノロマだね。わあ、こんなもんか。ビルス様、まだ全力出してねえだろ。バレたか。でもよ、分かった気するぜ。ビルス様くれ強くなっちまうと、全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうもんな。それっけ、おしゃべりはそこまでだ。君には分からんさ。ベジータ、私はね、あなたに少し感謝しているんですよ。感謝？気持ち悪いこと言うなよ。初めて努力したのもあなたへの復讐心が何よりも勝っていたからこそです。私がどんな思いで努力というものをさせられたのか、それがどれほどの屈辱にまみれた行為だったか。あの、喋ってねえで早くやろうぜ。背景孫悟空様、感謝を込めて殺して差し上げます。少し黙りましょうか。やっぱおめえなんか隠してんな。よくわかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸めいっぺいやろうぜ。もう奥の手はなしにしよう。気合い入れ直さねえと。さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、
こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、分かりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。うわー、ゴールデンフリーザ。孫悟空さん、さようなら。ポインではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところ腹立つけど、今回ばかりそうなっちまうかもしんねえ。わあ、邪魔ですね。展開パターン。邪魔ですね。さあ選手交代だ。